こんばんは。前回の続きやっていきます。まずは大抽選会やりましょう。26日までみたいですね。8回できます。なんかいいの欲しいな。この特賞とか欲しいですね。この上のグレード104以上とかね、出たこと1回もないですけど欲しい。このガラガラの、回った回数でだいたいいいのが出るかどうか、これたくさん回ればいいのが出ますね。出ないね。最悪3等でもいいんだけど出ないな。残念賞しか。これでもいいんですけどね。 LB この5万でレベルの上限値1上げれるんで、この LB ってポイントも欲しいんですよね。お、あ、これはあれじゃない LB。 まあまあいいでしょう。4等ぐらい。ちょっとねガチャもしたいんで、チケットいっぱいあるんですけど、多分そんなに20枚以上持ってると思います今チケット。出なかったな、残念。そう、これねコインマーケットって言っていろいろこうやってたら、例えばランクマッチのコインとか、あとイレブンマッチもあるんですけど、そういうコインで交換できるものがあって、アニバーサリーコインっていうのがね、これも26日までなんで20枚あるんで、変えてたらどんどん変えていこう。エンブレムはいらないかな。ここら辺はメッシの グッドとかいうのは、あの対戦するときになんかね、アイコンで相手に挨拶できたりするんですけど、その時に使うやつですね。ここら辺超武装イスルはちょっといるんで、変えよう。あ、1個だけ。OK。あ、じゃあ、どっちにしてもこの、メッシグッドとかに変えないといけなくなっちゃう。あ、いいね。エンブレムもじゃあ変えようか。4周年。あとはじゃあこっちの方がいいかな。どうしよう。メッシなきゃとか、ハイとかグッドとか、あとはこれがいいかな。こっちGP 回復とか BP 回復のがいいかもしれない。 GP っていうのは、画面の上の今110分の83、これ GP。 隣の BP っていうのはこのオレンジの丸のことですね。今5個ですけど、これ回復させるやつってことです。これちょっと後でやろうかな。じゃあ変えようか。 BP よりあ BP の方がいいか。それとも100回復か。まあとは3個なんで適当に選んでおきます。これね20枚以上チケットがあると思いますね。ランクマッチのスクラッチとかも中に入ってるんですけど、こういうのね、どうしようかな。もう4以上だけ回しますかね。これも4以上。他は多分グローリーなんで 3確定かな。じゃあこの緑の4以上のやつを2枚あるみたいなんで、これ回そう。この瞬間銀が出たら星4で、金だったら5ですね。期待を込めて。わあ4か、残念。しかもいらない。持ってたらこれでフュージョンするとレベルの上限値上げれたりするんだけど、残念、ちょっとないっすね。処分したら LB ってポイント500ですね。これにしようかな。
緊張の瞬間、頼む、運命のシュートが、ああ4か、さあ行ったぞ、いくやつだったらいいんだけど、いや同じのいらない、残念。カード何枚か処分して LB ってポイントを5万以上にしたんで、5万でレベルの上限値上げれるんで上げましょうかね。ストーンズかな、あと2回だったと思う。キラーカードのグレード98かな、これを上げましょう。あと2回そうですね、今78なんで、通常のカードはね80まで、でレジェンドカードだったら90までですね、上げます。これをちょっと上げていこう。限界突破で LB をこれ5万使って、さっきのストーンね98、これ上げましょう。あともう1回で終わりですね。79で9826、あ78で9826、79で1308、482ですかね。いいね、やっと1万超えた。じゃ次もだから1790ぐらいになるのかな、次上がったら。今やってるイベントがサポーターズゲームやってます。あと残り18時間、タイプリミテッドマッチも残り18時間、それとタイタンズリーグやってますね。タイタンズリーグはディビジョン1の中の一番強い人を決めるんだったかな、リーグ戦があるんですけど、ちょっと自分今回これ参加できなかったです。今ベスト16次やるとか今出てましたね、ホームのホームのページで、これですかね、ベスト16決定戦っていうのがあるみたいですね。第1試合とかの2試合であんのかな、じゃあホーム&アウェーみたいな感じで、ちょっとルールわかんない、全然参加できてないんでですかね。サポーターズゲーム前回動画アップしたんで、ちょっとここ飛ばしましょうかね。リミテッドタイプ、リミテッドマッチは選手にスピードタイプとかあって、そのタイプごとに試合するっていうことですね。スピードタイプでデッキ組んで、で それで試合をして勝ち進んでいくみたいな感じですね。報酬はね、この画面上の右から2番目のプレミアムボールが多いですね、あったら。ここはランクマッチになってます。画面上にランクマッチ、右下に残り日数3日、3日経ったらリセットされます。その時にダイヤモンドのレベルの4キープしてると、次回もダイヤモンドのレベルの1からいきます。なんでこれはもう次回もダイヤモンドできます。12月の頭に新しくこうまたね補充されるんですよ。今ちょっとね交換してるんですけど、2237ってこれコインで、ここに補充されます。超ブーストホイッスルっていうのが、ブーストっていうのがあって、1回上げたらね能力値が60上乗せされるんですけど、それの9と10を上げるときに必要なのが超ブーストホイッスルっていうアイテムです。それがね、月の頭に補充されるんで、なんとか12月の頭にねダイヤモンドには痛いですね。試合しましょう。これね、条件達成でポイントボーナス可能だったら2、3月使って数値2倍ですけど、もうクリアしてるんでこのまま行きましょう。PP 全部使ってもいいかな。フォワード以外の選手が得点決めたら1320、試合に勝ったらプラス600、負けたらマイナス900で、 PP 全部使うんで、勝ったらかけ5、負けたらこれですね、マイナス900かけ5でマイナス4500になっちゃいますね、負けたら。あー強い、全部相手の5上か。選手のカードの左下の王冠マークはセレクトスキルって特殊なスキルですね。うわ強いな。1234567、10人2 4 6、これ勝てない、自分5人しかいないですからね、セレクトスキル。これちょっと強いな相手。熱気渦巻くスタジアム、ハットトリック決める900、これ相手のチャレンジですけど、自分が決めても入ってきます。ちょっとこれ強いな相手。さあキックオフ。ユニフォーム、赤と黒のユニフォームが自分です。白、これはキーパー、白と何だろう、黒のラインが入ってるのかな、これが対戦チームで、対人戦です。まるで鉄壁スローイン、これね画面の向こうにいます。まるで鉄壁、ここは通さない、来た、惜しい。画面の真ん中右、このバルセロナレベル2っていうやつは相手のチームの
シュート。うわ惜しい。選手何人かで出すスキル。レフリーよく見ていました。出てるね。画面の上の方の右と左、右が中央攻撃、左がフリーってありますけど、これはね、戦術です。いや、ちょっと、いいよ。ちょっと一方的に負けるかと思ったけど。さあ、ちょっとね、このゲームね、多々あるんですけど、最初ちょっとね、こっちが押してていい感じだけど、結果、まあ、終わってみたら4対1で負けてるとかね、結構あるんで。まだまだ、ほらほら。危ない。はい、このメッシ自分と同じだな。グレードこれはな、レギュラーシリーズってバルサのメッシですね。自分が持ってるのはアルゼンチン代表のユニフォームってです、ね、ナショナルシリーズです。一旦預けて頼む。打てるよ。ここは通さない。危ない。お、いける。フリー。うわ、オフサイドです。レフリーよく見ていました。本当だ。まあいい試合になってますね。まるで鉄壁。いける。これはゴールを死守。いいな。左からクロス。自分もデヘアで相手もデヘアで、相手の方が、自分はね103だったと思うんで、相手の方がグレード上で、しかもお互いセレクトスキル持ってて、だから相手の方が上ですね、キーパー能力。いや、ちょっと危ない。もうロス OK。 前半 1-1 だね。これハーフタイムのホイッスル。いや、悪くない。前半いいんじゃないですか。両チーム同点のままこの後半を迎えます。ないな。まるで鉄壁。いや、先にシュート打ちたい。打てる。これはうわ、ゴールキックです。頼む、打ってくれ。もう豪快なシュート。おー、ゴール。いいよ。時間も55分55秒でしたね。今のは見事な得点でした。いいね。今んとこはまるで鉄壁。スタメンの選手はね、結構あのセンターバックのレジェンドカードの選手以外、あ、そうですね、さっきやったストーンズ、あと1回でレベル上限値でしょ。そうするとサムエルだったっていうレジェンドカードがね、センターバックにいるんですけど、この選手だけなんですね、出来上がってないので。スタメンの選手はそこそこいいと思う。うわ、控えがちょっと弱いですけどね。一旦預けて打ってほしい。うわ、はい、危ない。おお、相手のフリーキックになります。いや、一発レッドありますからね。ここは危ないよ。足で繋いでいく。いや、危ない。いやー、決められてしまいました。なんかこの絵柄のやつは初めて見たかもしれない。104、102のやつよく見ますけどね。もう自分持ってないですけど。さあ、気持ちを切り替えていきたい。あの素材の一旦下げます。あのもらったなんちゃってレジェンドカードあるんですよ。レベルがね80までしか上がんないやつ、まあ、素材用だと思うんですけど、それだったら何枚かな。合わせて、うわ、ここでメンバーチェンジがあります、うん、ここから繋いでいきたい。サイドから、いや、ロスタイムか。ここいける。中央チャンス。いや、回しすぎ。いや、もう一回。うわ、おい、 PK か。さあ、この後は PK 戦へと進みます。シュート。落ち着いて決めました。ね、これアルゼンチン代表のユニフォーム着てるでしょ。いや、ちょっと厳しいな。シュート、止めた。いや、でも、うん、これありますかね。 PK でね、勝ったことないっすね。シュート、決めます。
いや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 、シュート、あった、止められない、危ないね、ここら辺からシュート、きっちり決める。4人目のキッカー誰だろう、モドリッチ、シュート止めた、モドリッチ、クロース、これを決めれば勝利が確定。いやいやいや、失敗するだろう、シュート止められた、モドリッチじゃないんだ、シュート、決めてくる、なんでだ、これ同じグレードなのに、シュート止められた、ほらほら逆転されちゃった、これで相手決めて、シュート反省した、やりました、 PK 制しての勝利。いやー、これ PK 勝ったの初めてかも、この動画撮ってて。いやいや、いいよこれ。試合に勝ったんでコインが6枚ですね。 BP を5使ったんで掛け5で30です。いや、これも掛け5ですね。いや、まあどっちにしてももうこのレベル4になったらここから下落ちないんで、次回もまたダイヤモンドできます。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。